皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日もニーアオートマタをやっていきます。前回は遊園地に行って、その後なんか平和主義を名乗る機械生命体に会ってきたんですけど、まあそれの続きからですね。あ、そうだ。で、前回なんか収録終わった後に機械生命体から通信が入って、平和主義者の方ですね、どうですかみたいな、問題ありませんよねみたいなのが平和主義者の方から連絡が入ってきたので、まあ、とりあえずは彼らのところにも今後頻繁に出入りするのかなっていう感じですかね。これクエストって書いてあるな。なんだろう、敵を倒せってことかな。資材置き場か。行ったことないので、早速これやりますか。でもマップにいくつかポイントが出てるから、まあ、この辺をどんどん進めていく感じですかね。ここか。資材置き場。資材置き場ってこっち？あ、さっきのキャンプから行ける感じなのかな？あ、ちょっと待って。今なんとなくこれ、L スティック押し込んだんですけど、これライトつくんですね。知らなかった。資材置き場。ここから先は初めて行きますね。でも赤の印、これ上行きゃいいのかな。これは別のクエストか。これはまた別のクエストか。ちょっと待って、資材置き場。失踪したレジスタンス。資材置き場ってこの赤丸のところにあるってことなのかな。失踪したレジスタンスが更新されました。
これあれかな、さっきの管理者の依頼先やんなきゃいけないのかな。管理者の依頼って確か遊園地でしたよ。さあ遊園地に来ましたけど、オルゴールでしたっけ、それを見つけるってことですかね。これこの間のやつ、あの資材置き場の担当者が言ってたオルゴールってこれかな。かなり錆びてるけど。死体。持ち主はこのアンドロイドでしょうか。様子からしてだいぶ前に亡くなったみたいですけど。とにかくこの箱を担当者に届けよう。うん、いい。あ、じゃあやっぱあの行方不明になった人探す前にこのオルゴールを解決しなきゃいけなかったんですね。さあキャンプに戻りましょう。よし、さあキャンプに戻ってきたので、この管理者ですね、この人に、さっきのやつを渡すと。恋人の持ち物だったのかな。あ、でこの先が、資材置き場か。そのさっきのポイントっていうのがここか、砂漠だな。砂漠か、砂漠って言ったらちょっと前に変なやつと戦いましたもんね。あいつらともまた遭遇するんですよね、どっかで。せっかくこの辺通るなら、このマップに出てる赤丸もチェックしたいけど、あいつ先倒すか。この赤丸は中かな。あれ、
これ上行こうと思ったら、もっと上からアプローチしなきゃダメなのかな。あいつか。あのビルから飛ぶ？から行けるかな。ちょっと助走つけていくか。ああ。落ちた。お。レベル20か。なんだこいつ、クエストを受注するんじゃないのかな。やばいやばいやばい、ちょ。ちょっと距離取って攻撃、まあ、いつものパターンですけど、これなんかリングみたいに四方囲まれてるな。もうちょっとじゃない？押した。こいつは一体なんだ？ロボ同士。修行？じゃあ付き合おうか。ひたすらこいつと戦うだけってことなんだよ。距離取って。でもこの武を追求するっていう考え方もやっぱなんか人間らしいっていうか、なんか機械生命体にしては人間的な考え方ですよね。おお、何今の。お、授業料。まあ渡しとくか。変なやつだな。まあいいか。白帯。これもう一回攻撃しちゃうの。あ、もう襲ってこないんだ。まあ、いや、ちょっとごめんなさい、ちょっと遊んでましたけど。なんだっけ、そう、失踪したレジスタンスだ。彼を探すたびに出なきゃいけなかったんだ。久しぶりに砂漠行くな。
諸君らの戦いによって我々は存続することができている。諸君らアンドロイド兵こそが我々人類の最後の希望なのだ。健闘を期待する。人類に栄光あれ。あいつ定期的に連絡してくるんだ。じゃあちょっとついてきてくれ。ああそういうこと。まあいいや、もうちょっと砂漠に用事があるから。ほら、あそこに敵が見えるだろ。あいつとの戦闘データを取りたいんだよ。ではさらなる科学の発展のためにいざ戦いたまえ。まあいいか。まあちょっと探索ばっかじゃ皆さんも見てるだけじゃ面白くないと思う。ちょっと待って、視点が。でもうこれでほぼ、ああ終わった。依頼されていた目的を達成。これでいいの？ほう。まあまた今度にしようか。でもこの人たちもやっぱり感情はあるんだよね。なんかあのこの前も何だっけ、好きな人に振られました的な通信してきた子がいたり、アンドロイドとはいえ感情はあるってこと。まあちょっとなかなか難しいですね、その辺が。こっちかな。レジスタンスキャンプに書かれていた数列を座標に変換するとこの辺りになるはずなんですが。やばい、ちょっと待って。いきなり、おちょ、レベル30って書いてあるよ。ちょ、手前のやつロックして、手前のやつにロックして。やばい、ちょ、いきなり強いやつら来たぞ。ちょっと待って、この手前の30倒したね。倒してない。ちょっと待って、撃ってるやついるな。あいつらか。でも行方不明になったら多分この先でやられてるか捕まってるかのどっちかですよ。ちょっと待って、回復。いやあ、近距離で攻撃すると絶対食らうもんな。距離取って。ちょっと待って、急にレベル高いの来たな。さっきまでレベル20の人戦ってたのに。こいつらの攻撃が終わったら切りつけるか。やばい、離れて、やばい、死んじゃう。よし、危なかったね。
ちょっと待って、あいつら奥に何かいる。え、倒れてない？あれアンドロイド。ナインエス。ちょっと待って、ちょっと待って。仲間殺された腹いせってことね。やばいやばいやばい。2しか食らってないよ一発。やばいやばいやばい。ちょまあでもある程度この離れていくと向こうに戻ってことするから、これ逆に狙い目、狙い目だけど全然攻撃食らってねえなこいつ。目が光ったら切りつけるチャンス。やばいやばい。やばいやばいやばい。でもまだ半分もいってない。やばい。目が光ったら回避。どこ行った？ちょっと待って。もう何が何だか分からない。怖いな、全然減らねえなこいつ。え、ちょっと待って、こいつ回復してない？え、こいつ回復したよ。え、なんで？え、なんでこいつ回復してんの？その間にこいつ助けよう。あれ、やばいやばい。なんでこいつ回復してるの。減ってはいるな、減ってはいるけど全然めちゃくちゃ食らってるかって言ったら全然そういうわけでもない。あとちょっとなのに。ポット、起きた。この機械生命体の解析を。指がずっとボタン押してた。え、どうしてですか。ちょっと気になることを言ってたから。解析完了。当該機械生命体は仲間を破壊されている。その怨恨を理由にレジスタンスの男性をここに呼び出し最終的に破壊した模様。彼か。機械生命体が復讐した。
そんな複雑な概念を持っているなんてちょっと考えづらいですが。まあでも、まあ、前から言ってる通りやっぱり彼らには感情があるってことなんだよね。まあ、とりあえずあの依頼者に報告して今日は終わりにしましょうか。この人ですね。あれ？この人に報告して終わりじゃないの？あ、何？ここが目的？え？ここ目的地？ここが目的地なんだ。パスカルの村が目的地って書いてある。さてと、パスカルの村来て、あ、上か、上に誰かいるな。この人に話すんのかな。あ、パスカルか。他にも機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器トゥービー、やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。おお、失踪した、ちょっと待ってね。失踪したやつは結局ちょっととりあえずメインの話が動いちゃったので、さっきの失踪したレジスタンスの話はまたちょっと後で動くのかな。というわけで、まあ、ちょっとなんかあのサイドクエストやってたと思ってたんですけど、どうもメインのストーリーが動き出しそうですね。次回はあのさっきの廃墟都市に出た、大型兵器を倒すところからやります。皆さんご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様です。